京セラドーム大阪です。オリックスバファローズ対千葉ロッテマリーンズ、このゲームの模様をお送りいたします。バファローズの先発は左の宮城、対するマリーンズの先発は右の佐々木、この両投手の投げ合いです。さあ、間もなく試合開始となります。左の宮城、マウンドに上がりました。マリーンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。さあ、注目の立ち上がり、トップバッターは荻野。はい、第1球投げました。直球ストライク、インローへ、いきなり152キロ。投げました、アウトロー、際どい球、ボール。第3球スローカーブ、見送ってストライク。第4球を投げました、打ったに当たりだ、紅林ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。左バッターボックスには高部、背番号38、高部明人。第1球アウトコース低めいっぱい、ストライク。初球ストライクから第2球投げました、ストライク。これで追い込みました。投球はこれから3球目、打ったライト前ヒット、高部いいバッティングを見せました。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。中村翔吾、第1球投げた、外角低めいっぱい、ストライク。いきなり151キロ、タッチはセーフ。第2球投げた、高めボール球打った、紅林下がっていった、落ちました、ヒット、センターからセカンドへ、中村ナイスバッティングです。バファローズ先制のピンチを迎えます。第1球投げた、打ちました、初球打ち、二塁送球、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。宮城、ワンアウト一塁二塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。バファローズダブルプレーでピンチをしのぎます。2回の表、これからマリーンズの攻撃に入ります。先頭バッターは井上。第1球投げた、ストライク、いきなり151キロ。第2球投げた、スラーブ空振り、少し迷ったか。第3球を投げました、ストレートはボール、外角高め。第4球を投げました、打ちました、抜けた、井上いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで同点のランナーが出ました。第1球投げました、ストレート、まずは入れてきました。第2球投げました、インコース低めいっぱい、ストライク、軽く追い込んでまいりました。低めボール球打った、ピッチャー正面、ゲッツーコースだ、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー、ツーアウトランナーなくなりました。第1球初球空振り、1球目空振りから。第2球投げました、打ちました、三遊間の当たり、宗ボールを取る、サードから一塁送球、判定はセーフ。バッターは8番山口、背番号51山口浩輝。第1球投げた、ボール、まずは内角低め。第2球投げた、2球目ストライク、投げた、ストライク。第4球は外角低め、外れてボール。投球これから5球目、インロー際どい球、ボール。第6球を一塁ランナー自動的に打った、バットが折れました、取って、これで3アウトチェンジ。さあ、リプレイです。一塁ランナー佐藤、残塁に終わりました。2回の表が終わって1対0です。マリーンズ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番藤岡。第1球投げた、1球目ストレート空振り、タイミング合いません。第2球投げた、変化球ストライク、アウトローへ。第3球を投げました、152キロ直球、
空振り三振。宮城見事なピッチングです。投げました。ストレートはボール。まずアウトコース低め。投げました。スライダーボール。内角低め。第3球を投げました。外れたボール。さあ4球目。低め見送ってストライク。ここは1球見送ります。さあ5球目。決まった。ストライク。次が6球目。投げました。逆らわずに右へ。取りました。これで2アウト。ランナーありません。バッターは2番高部。第1球投げた。初球空振り。第2球投げた。外角ギリギリいっぱい。ストライク。第3球外角。ストレートは外れてボール。投げた。空振り三振。宮城最後はスイングアウトの三振で仕留めました。3回の表が終わって1対0です。バファローズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。トップバッターは福永。第1球初球打ち。ワンバウンドヒットになる。バッターランナー一塁原発蹴って二塁へ。福永ツーベースヒットを放ちました。打順は1番に帰って福田。第1打席はフォアボール。第1球投げた。初球打ち流した。切れていきます。ファール。投球これから2球目。ここで送ってきました。ピッチャーの左へ転がした。一塁送球アウト。ランナー3塁に進みました。ゲームは中盤戦に入ります。この回のトップバッターは中村。投げた。1球目ストレート空振り。いきなり150キロ。第2球投げました。アウトコース低めいっぱい。ストライク。これで追い込みました。投げました。ボール。第4球を投げました。変化球空振り三振。2者連続三振。バッターは4番安田。これが2度目のバッターボックス。第1球インコース低めストライク。いきなり151キロ。第2球投げました。打ちました。これはサード真正面。一塁送球アウト。これで2アウト。ランナーありません。右のバッターボックスは5番井上。今日2度目のバッターボックス。投げました。初球空振り。いきなり152キロ。第2球投げた。打ちました。ライト前に出る。ヒット。井上ナイスバッティングです。さあ2アウトから同点のランナーが出ました。バッターは指名打者レアード。第1球ボール。第2球投げた。ストライク。タイミング合いません。第3球はインコース低め。ストライク。追い込んでいます。サークルチェンジ。空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。4回の表が終わって1対0。バファローズ1点リードは変わりません。5回の表これからマリーンズの攻撃に入ります。先頭バッターは佐藤。投げた。外角低めいっぱい。ストライク。いきなり150キロ。インローギリギリいっぱい。ストライク。これで追い込みました。1球外してボール。第4球を投げた。外角低めいっぱい。見逃し三振。外角低めいっぱいに決まった。投げた。初球を打ちました。フラフラっと上がった。掴みました。これで2アウト。ランナーありません。左バッターボックスは藤岡。今日の第1打席はスイングアウト。投げました。直球ストライク。インローへ。いきなり151キロ。1球目ストライクから投げました。見送ってボール。第3球を投げました。低め。直球は外れてボール。第4球は打った。痛烈な当たり。取りました。これで3アウト。宮城三者凡退無得点に抑えています。
5回の表が終わって2対0です。バファローズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。トップバッターは福永、投げました、初球打った、センター下がった、ワンバウンドヒット、福永二塁も狙う、福永いいバッティングを見せました。今日これで2打数の2安打、打順をトップに帰って福田、バファローズ追加点のチャンスを迎えています。高速スライダーボール、まずは低め、第2球インサイド直球はボール、投球は3球目、投げました、インコース引っ張った、ファール、次が4球目、投げた、変化球はアウトローへ、ボール、さあ投球は5球目、打ちました、レフト方向へ持っていきましたが取りました。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。第1球投げた、内角際どい球、ボール、第2球投げた、打った、1、2塁間へ、井上掴んだ、1塁送球、佐々木取ってアウト、バファローズ。試合は後半6回に入ります。この回の先頭バッターは荻野、今日はショートライナーとファーストライナー、第1球1球目ストレート空振り、第2球投げた、打ちました、打球は三遊間へ、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番高部、今日3打席目、第1球投げた、初球空振り、第2球2球目ストライク、投球は3球目投げました、ボール、外角低め、第4球は152キロ直球、空振り三振。右バッターボックスは3番中村、これが3度目のバッターボックス、投げました、直球ストライク、いきなり151キロ、さあ次の投球、投げました、見送ってストライク、第3球を投げました、ストライク、見逃し三振。宮城見事なピッチングです。宮城最後は見逃し三振に仕留めました。6回の表が終わって2対0です。ゲームはこれから終盤に入ります。この回のトップバッターは安田、今日はショートへの併殺だと、サードゴロ、初球を打った、一塁へ送る、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番井上、第1球投げました、初球決まってストライク、いきなり152キロ、2球目ストライク、これで追い込みました。投球はこれから3球目、見送ってボール、投げた、アウトコース低め、空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。第1球投げた、打ちました、これはキャッチャー間に合いません、ファールボール、投げた、インコース低め、ストライク、これで追い込みました。第3球を投げた、一つ外した、ボール、次が4球目、投げた、変化球、空振り三振、2者連続三振になりました。スタンドからジェット風船が勢いよく舞い上がりました。バファローズリードで迎える7回です。ここまで2安打、福永ストライク、第2球投げました、打ちました、いい当たり、レフトバックダイレクトで当たった、福永いいバッティングを見せました。佐々木降板、マウンド上ピッチャーは小野、今日2番手としてマウンドに上がります。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。第1球投げました、ボール、投球これから2球目、変化球ストライク、インハイへ、第3球を投げました、ストレートはボール、第4球を投げました、打ちました、このボールを掴んだ、ピッチャーから1塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。1塁ランナー福永残塁に終わりました。7回までが終了しまして2対0です。
8回の表2点を追いかけますマリーンズの攻撃。この回の先頭バッターは佐藤。投げました、ストレート決まってストライク。初球ストライクから第2球投げた、ボール。第3球は決まってストライク。次が4球目投げた、あっと引っ掛けた、フラフラっと上がった、ピッチャー落下点に入りました、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番山口。今日はファーストフライとピッチャーフライ、危ない球。第2球投げた、見送ってストライク。投球は3球目投げた、3球目ストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投げた、変化球、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。第1球投げました、ストライク。膝元厳しいところ、いきなり150キロ。投げました、2球目ストライク。これで追い込みました。第3球を投げました、外れた、ボール。さあ4球目見送ってボール。投球これから5球目ボール。投げました、低めの球、見逃し三振。宮城、この回もきっちり三者凡退に打ち取りました。8回の表が終わって2対0です。さあいよいよ最終回、先頭バッターは荻野、バファローズ。このバッターだけは塁に出したくないところ。初球に送ってストライク、まずは決めてきました。投げました、ボール。第3球を投げた、スローカーブ、見送ってストライク、追い込んでいます。148キロ直球、空振り三振、三者連続三振。では改めて左バッターボックスは2番高部、ここまで2打席連続三振。初球から打ってった、これは内野フライ、ピッチャー落下点、取りました。さあいよいよあと1人、右バッターボックスは中村、バファローズ。ここは何としても抑えたい場面、決まった、ストライク。まずは入れてきました、1球目ストライクから第2球投げた、ボール。外へ。第3球は打った、三遊間、一塁送球、一塁アウト。これはアウトです、ゲームセット。宮城見事な完封勝利、バファローズ2点差で逃げ切りました。ご覧のようにこの試合はオリックスバファローズが勝ちました。勝利投手宮城、対戦投手。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。